勉強って嫌じゃないかも、楽しくって人生っていいなって思える指導をしたいです。できたことを褒めてあげて、前に向かって進む気持ちを引き出してあげたいです。生徒も先生も対等です。子供たちを一人の人として尊重し、その子の気持ちに寄り添って指導していきたいです。ただ人の気持ちが分からなかったり、甘えがあると思った時には、その子を怒るのではなく厳しく諭してあげたいと思っています。オンライン家庭教師といえども、教育に携わる以上、その子の未来を一番に考えていかなければいけないと思うからです。当たり前のことですが、勉強よりも大切なことがあるっていうことを知っていただきたいのです。まず子供さんの家での様子をお伺いします。そして私の指導についての子供さんの率直な意見感想をお伺いします。またその日の授業内容と子供さんの様子をお伝えします。指導上の良かった点、反省すべき点を次にどう生かしていくかをお伝えいたします。中学生の皆さん、全教科わからないところ何でも質問してください。英語の発音指導、英検対策、TOEIC対策、国文法、古典文法もどんどん質問してください。無料体験授業お待ちしております。